市議会議員の川口博史です。今回は地下鉄沿線のまちづくりについて少し関連してお話をさせていただきます。地下鉄3号線本当に素晴らしいなと思うのが、採算よりも、ロケとかから私も体験したことがあるんですけれども、天神に向かう場合もう荒井で混んで六本松で混んでということで大変な状況でした。乗客数よりも1時間2時間かかったところが30分かからずに行けると、ものすごく効果があったんじゃないかなと思います。そういった意味で今後、今度は一方通行、天神に行くばっかりではない、帰るのはバラバラの時間で帰りますからそうはないんですけれども、やはり今度反対側の魅力づくりがいるんじゃないかなと、天神博多駅ばかりをきれいにするんじゃなくて、それはそれで必要かもしれませんが、やはり関心は拠点づくりじゃないかなと。例えば3号線であれば、野毛とかですね、橋本等にもっと魅力ある、橋本も、何もない、あまりないところに町ができましたが、まだまだ、止まったまんまで、あそこがやっぱり拠点になってほしいし、六本松さんはそう、ある程度なってると思います。野毛も、区の市民センターとかありますが、使い勝手がいいかと言ったらいかがかなと。車で行って乗り換えれたりって言ったり、センターに行くのに駅まで来たけれども、ちょっと離れてるねと、橋本に至っては、このハモールできてますけれど、周辺は何もないねと、そこまでの魅力があるのかと、もっと魅力づくり、民間の力を借りて、やはり周辺の拠点をしっかり整備しなければならない。当然これ3号線以外でも、1号線2号線等もですね、今度新たに延伸とかするときには、そこがしっかり車で来れたり、バスで来れたり、自転車で来れたり、まあ徒歩はもちろん一番ありがたいですけれども、街づくりはどうも天神博多駅ばかりの固定資産税は増えるかもしれませんが、暮らしという意味ではやっぱり近くの拠点が何があってもわざわざ天神博多駅行かなくても便利だと、たまに月に1、2回ちょっと天神博多駅行ってみようかなってぐらいになってないんじゃないかなと、何でもが、天神博多駅じゃなくて身近なところの、駅を中心とした拠点整備、これを進めなければならない。そういった意味で、それぞれ区か、ね、箇所がありますけれども、そこの整備と、そこでのしっかり乗り換えとかですね、暮らしやすさ、そういった観点で、しっかり、政策を進めるように、求めていきたいと思います。